こんにちは。転売アカデミー堀田です。今日は Amazon のカード取得ノウハウですね。今まで、細かい質問、ね、めんどくさい質問とかすると、カードを取りにくくなってるという、話をしてたんですけど、おおよそ、合ってるだろうなという自信はあったんですけど、確信は、持てないと。ね。ちょっとね、日本の感覚で、間違いを訂正するのは当たり前の感覚なんですけど、間違いを訂正したおかげで、こいつめんどくさいなと思われて、売りにくくなってるんじゃないかというお話をしたんですけど、どうやらその仮説がね、正しいというのが、わかりました。それというのも本日ですね、日本アマゾンからアメリカアマゾンの複数アカウントの取得サポート、ね、複数アカウントで独自ショップを作れませんかというお誘いが、先日あって、それに、乗って、アカウントを作った会社さんがいらっしゃるんですけど、そのアカウントにですね、商品を入れたら、電話がありまして、カートを取りやすいようにしときましたと。で、カートを取りやすい設定をしときましたという話をされてました。これ逆に言うと、カートを取りやすい設定というのができるんであれば、カートを取りにくい設定も当然できるというのが言えます。それを考えると、細かい質問をした後にですね、急に、商品の、販売を止められたり、あるいはね、今まで新品できてたものができなくなっちゃったり、はたまたサスペンド、アカウントのサスペンドかかったり、売上落ちたりというね、今までの謎が解けました。これね、システムでやってると思ったら、どうやら、システムだけじゃなくて人為的にもやってます。私のイメージだと、細かい質問をしたときね、ブラックリスト的なフラグを立てて、そのフラグを立てると、それについて、まずいことが起こるというふうに考えたんですけど、その、フラグというのがね、もうそのものズバリ、この人にはあんまり売らせないと、この人には売らせるというね、そのシステムで、売らせる、売らせないっていう自動でやってることを、プラス、やらせないというのもできる。ということは、日本アマゾンだとね、担当をつけて、売上を伸ばして、で、カートを取りやすく設定してもらっている人は、カートが取りやすいと。そうなると、相対的にね、カートを取りやすいっていう設定をされてない人は、カートが取りにくくなっています。で、逆に、細かい質問、ね、日本アマゾンは、わかりませんけど、少なくともアメリカアマゾンで、在庫の訂正の質問。これはね、在庫の訂正はシステムで、質問できるようになってるんで、それ以上の質問をしたり、あるいはね、こっちは正しいと、そっちの落ち度だというような責めるような質問をした場合には、担当の人が、おそらくフラグを立ててます。で、そのフラグというのが、この出品者にはあまり売らせないというフラグになってます。おそらくね、プラスマイナス20%か50%か分かりませんけど、プラスのフラグを立てたり、マイナスのフラグを立てたりということが人為的にできると。だから、Amazon のアカウントのペナルティにはね、サスペンドとか削除とかいうこと以外にも、売らせない、新人の頃のアカウントに戻しちゃうというね、恐ろしい、フラグがあると。ブラックリスト的なものがあるというのが分かりました。で、これ日本にいたんだとね、いまいち分かりませんけど、アメリカだとね、あるいはオーストラリアだと、その入れたものがね、壊れちゃったとかなくなっちゃったっていうのは当たり前にあります。で、壊れちゃったとかなくなっちゃったものを探すというのはすごい大変なんで、そのすごい大変なことをね、当たり前の権利だということで、日本の感覚だとやらせたく調べてね、在庫を戻せとやりたくなってしまうんですけど、それをやってしまうと、めんどくさいからね、売らせないということになります。当然ね、コピー商品とかライセンス違反とか、そういうものを扱ってね、売れなくなっちゃうのはしょうがないんですけど、普通に真面目にね、まともな商品を売ってるのに、日本の感覚で言うと当たり前の質問をしたばっかりに、せっかく育てたアカウントが使えなくなっちゃうというのは本当にもったいないんでですね。理不尽なことだとは思いますが、Amazon に対する質問はですね、質問してもこれは多分いい解決はしないだろうなというのはしない方がいいです。
まあ、面倒くさいなと思われたら、そのフラグ立てられちゃったらね、基本的にはあんまり売りにくくなっちゃうんで、まあ、今、正直ね、売り上げが伸びてますっていう人は、少数派です。逆に売り上げ横ばいですっていう人が大部分。で、逆に売り上げ減ってますっていう方もいます。売り上げ減ってますという方のね、特徴というか、気になる点としては、割とその在庫の修正を細かく質問してきた人が売り上げ落ちちゃってますんで、今までね、そういう質問した心当たりがある方は、そのアカウントは正直ちょっともう厳しいかもしれません。そんなわけで、まあ、複数アカウントね、運営、もともとホリデーシーズンなんかで1万ドルを超えてくるような金額になれば、やっぱ複数アカウントないと怖いんでね、法人作って複数アカウントというのをお勧めしてるんですけど、売上落ちてきてるなと、伸びないなという方はですね、おそらくそのアカウント、あんまり売らせない方がいいな、うるさいよ、この出品者っていうフラグ立てられちゃってる可能性が高いんで、まあ、法人作ってね、別アカウントをホリデーシーズンに向かって、用意しといた方がいいというのをお勧めします。とりあえず、まあ、売り上げ伸びてないという方はね、ご質問ください。で、特にね、今までそういう細かくね、販売が遅いとか、在庫が合ってないとかね、手数料の返金がどうだというのを、何回も質問した心当たりのある方が、売り上げが落ちてた場合には、まずそれに引っかかってます。で、当然のことながらね、そういうことですかと質問してもね、そうですという答えは返ってきないですし、ますますドツボにはまることになるんで、やっぱり面倒くさい質問はしない方がいいというのがね、今後 Amazon 輸出をやっていくにあたって、重要な点だと。システムが判断している、プラス人為的にこの出品者にカートを取らせる、カートを取らせないという設定ができるというのが分かりましたんで、うかつな質問、特に日本の感覚だとね、正しく訂正しろと、きちんと受け取れというような質問はね、海外だと、すごいね、この出品者、うるさいなと、ややこしいなと思われるということをね、理不尽なようなんですけど、よく覚えておいてください。なんかね、質問される際は何しろ、お気軽に私に質問してから Amazon に質問していただいた方が、無難でよろしいかなと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。